小田原急行鉄道101系電車は、かつて、小田原急行鉄道、東京急行電鉄、小田急電鉄で使用されていた電車である。1927年4月1日の小田原急行鉄道の開業時に、新宿駅小田原駅間の郊外、区間用車両として、1926年から1927年にかけて日本車両製造にても、 ハに101型が12両製造された。同年中には、藤永伝造船所製のモハ百121型と、車内が異なりも、ハに131型が各3両ずつ増備されている。後年、手荷物室を客室とした上で、それぞれモハ101系、模波121系、モハ百13 131型に変更された。1942年に、東急に合併すると同時に、 三形式とも、東急で8200型に形式が変更され、戦後に大田急として分離独立後も、東急時代に不満された車両番号を継承した。1950年代に更新修繕を受けたが、車両の大型化のために、主電動機を4000型に提供することになり、1968年までに全車両が廃車となった。本校では、 造備車として製造された小田原急行鉄道121軽電車と小田原急行鉄道131軽電車についても記す。また、以下単に小田急と表記した場合は、小田原急行鉄道及び小田急電鉄を指すものとする。1927年4月1日の小田原急行鉄道の開業時に、新宿駅小田原駅間の郊外、区間用車両として、 1927年に日本車両製造で101型が12両製造された。また、同年中には藤永電造船所製で車内が異なる121型と131型が各3両ずつ増備されている。各形式の車号と製造年月は以下の通り。1923年5月21日の昇号改正により101型も 歯に101から112、121型も、百121から123、131型も、歯に131から133となり、1920年には131系の手荷物室を客室に改造して131型も、百131から133となり、1941年頃には101型も手荷物室を客室に改造して101型も、 は101から112となっている。1941年に小田原急行電鉄から解消した小田急電鉄が1942年に東京横浜電鉄、京浜電気鉄道に合併して東京急行電鉄となったことに伴い、3形式とも東急で8200型で8201から1218に形式、番号が変更され、 1948年に小田急電鉄として分離独立後もこの形式、番号を継承した。1950年代に更新修繕を実施したが、車両の大型化のために主電動機を4000型に転用することになり、1967年から1968年にかけて廃車となった。101系車体長は1 5 2 4 0ト、mm、ル。 幅 2615mm 両運転台の反抗性車体で、窓扉配置は D1D33D1D で、上高扉は幅 915mm の片開きの手動扉を片側2箇所配置しており、同時に導入された1型と車体の基本形状や窓、高さ、正面の形態などは同一であったが、車体長が 1016mm 長く、 床面高が3 9ト、mm、ル高くなっているほか、当初より乗務員室の両側に乗務員扉が設置されていた。側面窓は幅7 3 5ト、mm、ル、高さ8 1 0ト、mm、ルの加工窓で、日よけとして鎧戸が装備されていた。また、トイレ部の窓及び、戸袋窓にはすりガラスが使用されたほか、手荷物室、トイレ部分の戸袋窓は、楕円形であった。 正面は丸みを帯びた、悲貫通で、側面窓と同じ幅 735mm、高さ 810mm の窓を3枚配置したものとなっており、これは、近郊区間用都合車の1型と同様のスタイルで、あった。屋根状の前後2箇所には、終電装置台があり、そのうち101から107は、新宿側に、108から1 1には、小田原側に、 三菱電気製 S-514A パンタグラフが装備されていた。終電装置台の間にはガーランド式ベンチレーターが2列に配置され、その間には歩み板が設置されていたほか、車体上部に雨どいが設置されていなかった。1 2 1百1 3 1系正面がフラットに、なった1 3 1系、貫通扉付けの小田原側正面車体長、幅屋、 側面の窓、扉の寸法や配置などは101型と同一の反抗性車体であるが正面が丸みを帯びておらずフラットになっている点と乗務員扉が運転室左側には設置されていない点小田原側の正面に貫通扉が設置されている点121型にはトイレと荷物室がないため 楕円形の戸袋窓も設置されていない点が101型との相違点であり、窓扉配置は 2D33D1D となっている。また、新宿側の正面は非貫通3枚窓であったほか、小田原側の貫通扉は正面外反とらい地になっていることが特徴であった。屋根状の配置も101型と同様で、終電装置台は前後2箇所に設置され、 そのうちの新宿側に S-514A パンタグラフが装備されていた。101型では新宿側の運転室と乗降扉の間が、131型では小田原側の運転室と乗降扉の間が手荷物室となっており、さらにその中にトイレが設置され、荷物室天井内に水タンクが設置されていた。121型にはトイレ、 手荷物室は設置されていない。車内内壁、扉脇の座席の袖仕切りなどは木製にすぬり、天井は木製白色塗装、床は木製の床油引きで、金具類は荷棚受け、釣り手棒家などが真鍮製、扉の取り手などが放金製であった。室内灯は白熱灯で、客室内には白色のグローブが天井中央に一列配置されて、 101.131型では4機、121型では5機設置され、それぞれに乗用2等が組み込まれ、うち3機には予備1等も組み込まれていたほか、荷物室との仕切り壁上部には白色の玉型型持ち等が1機、荷物室内に白色の玉型等が1機設置されており、それぞれ乗用1等が組み込まれていた。座席は百一1百二十一型では、 上高扉の車短索にロングシートを、上高扉間には、中央部にクロスシートを4ボックス、その前後にロングシートを配しており、131型では、扉間もすべてロングシートとなった。座席のモケットは紺色で、クロスシート部は幅 890mm、座面奥行き 400mm、シートピッチ 1394mm、ロングシート部は、 座面奥行きは四四百十ミリメートル、背ずりを含む奥行きは五百十ミリメートルであった。百一1系の運転台は中央に、百二十一型と百三十一系の運転台は左側にあり、いずれも客室、手荷物室とは、新中製のパイプで区分されていた。主要機器は百一点一二一百三十一型とも、同一のものを搭載しており、百五十一型とも、同一で、 1>, 1型や後の201系とも共通のものが多く使用されている。主電動機は、定格出力9 3 3ットの三菱、電気性メガバイト -146A を4機搭載し、駆動装置の波数比は59,24イコール2.46となっており、151型も同仕様であった。制御装置は、 三菱電機がウェスティングハウスエレクトリックとの技術提携によって導入した電空単位スイッチ式の間接非自動制御装置である HL 型制御方式であり制御段数は直列5段並列4段で弱回時段はなかった制動装置も同じく三菱電機製で201型は AMC501.551 型は AMCC 自動空気ブレーキと手ブレーキ装置を装備し、DH-25 電動空気圧縮機を搭載しており、101から151型と201.501551型とで最大4両編成程度での総括制御が可能なシステムとなっている。台車は 1K 及び151型と同じく住友金属工業製のイコライザー式中高台車である。 KS-30L を使用した。開業時の小田原急行鉄道では、新宿稲田り戸間をサバー区間として、片側3扉、ロングシートの1型を使用し、新宿小田原間をインター区間として、片側にもしくは3扉、セミクロスシートもしくはロングシートの101型を使用しており、全車を、お都号車、後車を、交号車と呼称していた。 開業当初は、稲田の森戸座間間、海老名国部伊勢原間、大根大深夜間、渋沢足柄間の計5 2 0トルが単線。これ以外の区間が複線であったが、1927年10月15日の全線複線化に合わせて9月には、交互車として121系、131型が増備された。また、その後1929年4月1日の、 江ノ島線の開業に合わせて、同年3月には201型と、車両増結のための制御車である501.551型が導入された。1927年4月1日の小田原線、開業時点における運行は、以下の通り。しかし、6月には需要に合わせて、運行間隔の見直しが行われ、直通列車は90分間隔。 新宿稲田り戸間は8の15分間隔、新宿共同間は5の10分間隔に修正され、その後、全線復線化に合わせて、新宿小田原間、所要105分、60分間隔の休行の運転が開始され、直通列車も所要116分1時間間隔の運転となったが、さらにその後も運行は整理され、江ノ島線開業当時の高号車の運用は、 新宿小田原間の直通列車及び急行、新宿片瀬江ノ島間の直通列車及び不定期急行であった。当時の小田急の輸送需要は低調で、どの列車も単行か2両編成程度で運行されており、3から4両編成は団体輸送以外では珍しい状況であった。このため、柿以外にはほとんど使用されることもなく、車庫に留置されている状態が続いたが、 一方で、下記の海水浴輸送には、旅客需要が増大し、在籍車両を総動員して、これを裁いたという。1937年9月1日改正における、高合車での定期列車と停車駅は、以下の通りで、これ以外に、区間列車や夏季運転の新宿、片瀬江ノ島間の不定期急行が運転されていた。また、同ダイヤにおける、 上機列車の運転本数及び所要時間は以下の通り、創業期における改造履歴は以下の通り。週末温泉列車1935年6月1日より、新宿小田原間無停車、週末温泉列車の運行が開始され、同年10月1日には、箱根登山鉄道鉄道線の小田原、箱根湯本間が開業している。この週末温泉列車は、 土曜日13時55分新宿発から15時25分小田原駅で所要90分であり1937年9月からは土曜日15時5分新宿発から15時25分小田原駅でいずれも上り列車は設定されていなかったこの列車は最大4両編成200名の定員制で通常は101.121系のセミクロスシート車が 主に使用されて1から2両編成での運転が多かったが、501型などを含む4両編成で運転されることもあった。1942年には東急に合併したことから、形式が東急デハ1200型に変更され、全車両が改版された。改版後の番号は、901型がデハ1201からデハ1212まで、 921型がデハ1213からデハ1215まで、931型がデハ1216からデハ1218までのそれぞれ連番となっている。小田原線、江ノ島線では戦災による車両への大きな被害はなく、デハ1200型では空襲による損傷はなかった。終戦後の1947年9月1日ダイヤ改正での運用状況は、 以下の通り。また1947年8月1日時点での出破1200系の不完全車両は以下の通りであった。東京急行電鉄における改造履歴は以下の通り。井の頭線への貸し出し1945年5月25日深夜の空襲により、井の頭線の永福庁車庫に留置されていた29両中23両が、 消失するという壊滅的な被害を受けたことを受け、応援として、同年6月末から、しばらくの間、出ハ線2 0 6などの車両が、大多連絡線を経由して、井の頭線に貸し出された。1946年1月1日時点では、デハ線3 5 0計3両、区波線4 5 0計3両、区波線6 5 0計1両とともに、 デファ1206.1213214が井の頭線に配置されていたが、1948年6月1日時点ではデファ1350型のみとなり、デハァ1200型は全車戻されている。1948年に小田急電鉄として分離独立したことに伴い1950年に昇号改正が行われたが、デハァ1200型は、形式は、 デハ1200系のままとなり、全車両とも同番号とされた。1950年8月1日より、小田急電鉄車両の箱根登山鉄道線への乗り入れが開始され、当初は1910系、1900系、1600系の2から3両編成が主に使用され、その後1600系4両編成による運転も行われていたが、1953年から、 短期間のみ、HB 社が、箱根登山鉄道線への乗り入れに使用されている。乗り入れに際しては、入り台体機発車後すぐの38から40、パーミル区間で、直列最終段まで、診断できずし抵抗期が抜けない可能性があったため、あらかじめ試運転が行われ、その結果で、ハニ両と区ハ1両の3両編成のみが乗り入れることとなった。 1959年時点での HB 車の運用は以下の通り、小田急電鉄となってからの改造履歴は以下の通り。1956年7月からは本格的な更新修繕を東急車両製造において開始し、翌1957年までに終了した。全面をフラットにした上で貫通扉を設置、変運転台化改造が行われた。また、 扉の幅も 914mm から 1100mm 幅に変更され、扉自体も木製から金属プレス製に変更された。室内灯も白熱灯から直流蛍光灯に変更された。この結果、18両前車両が同じ形態となり、デハ1400型とほぼ同様の形状になった。この時に奇数番号の車両が新宿向き、 偶数番号の車両が小田原向きとなり2両編成で運用されることになった。この更新改造の内容は以下の通りであった。なお、本形式の前に実施されたデファ1400系、クハ1450系の改造内容と概略は同一であるが一部項目が追加されている。その後も時代に合わせた改造が実施されており、更新改造以降の改造履歴は以下の通り。 廃車更新修繕を受けてからは主にローカル区間の各駅停車などに使用されていたが、1960年代以降の通勤輸送劇化の中では、これらの2扉や3扉の小型、中型車両は使いづらいものとなってきたほか、OMATS 及び列車無線設置も困難であった。このため、1400型と共に、手電動機を新しく製造される。 大型通勤車両である4000型に提供することになり、1200型は1967年から1968年までに全車両が廃車となり、両形式の手電動機は1966年製の4013から1969年製の4017-3までに使用され、4083までは当初は、ブレーキ装置も本形式の M-24。 C ブレーキ弁を改造した ME-24C を使用したア A エルであったほか、電動空気圧縮機も DH-25 が使用されていた。各社の廃車年は以下の通り、越後交通と学南鉄道に各2両ずつ譲渡された。前述のように、主電動機を4000型に流用したため、車体や台車、主制御機などのみが譲渡されている。越後交通には、 デハ千1400系2両と、区千1450系6両と共に、デハ千1200系2両が譲渡され、模ハ1400型として1969年から長岡線で使用された。長岡線は1972年以降、順次旅客営業廃止や部分廃止が進み、1975年3月31日に旅客営業が廃止されたため、1975年に、 全車が廃車された。上都後の形式、車番と、小田急車番は以下の通り。学南鉄道には区波1350系1両、区波1450系1両とともに、手波1200系2両が上都され、1967年から区波2103.2105として使用されたが、1976年に廃車となっている。上都後の形式、車番と、 小田急車番は以下の通り、ありがとうございます。